おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ2192です。はい、今月もやってまいりました。年間通してのね、企画となっております2020年度版週刊グランツーリズモエンツォフェラーリを作る、こちらのですね、10月編をやっていきたいと思います。10月編はですね、とりあえず2回に分けてやりたいと思います。で、とりあえずね、ここのところに用意してあるやつは、以前ですね、組み立てましたディスクブレーキとかね、その辺のパーツを一応こういう風に用意してありますけど、まずね、1回目となる今回は、こちらのパーツをですね、今まで組んできましたメインフレーム、こちらのところにね、組み付けやっていきたいと思います。まずはですね、後ろから取り付けていきますので、これとこれをね、使いますよと。で、これは前方なんで、これちょっと避けておきまして、この辺もね、全部避けちゃいましょうと。で、まずこいつを組み付けた後に、外装パーツをつけると。で、その後に前面ですね、これをつけるという感じの流れとなっております。そして取り付けるのがメインフレームというかね、メインとなっているこいつですね、こちらを用意しまして、これにつけていきますよと。で、こちらのパーツに関しましては組み付ける位置がここですね、こちらの部分にガチャンとはまりますと。で、この状態だとやりにくいので、ちょっとね、浮かせていこうかなと。で、浮かせるときにちょっとね、100均のケースがあるんでね、これをちょっとそこにでも置いて、こんな感じでね、作業できればいいなと思っております。まずリアルに組み付けるときに必要になるパーツとしまして、こちらのシャフトっていうかね、こういうパーツが必要になります。こちらの金色っぽいというかね、こちらのパーツがちょっと影になってね、見えづらいと思いますけど、ここに穴がありまして、これエンジンですね、エンジンのここの部分に刺さりますよと。で、これがブスッと刺さりましたら、こっち側のね、太いやつ、これがこちらのね、ディスクブレーキの真ん中、ここの部分にこのような感じではまりますと。で、この辺のコード関係ですね、これ後々いろんなところにね、ちょっと繋がりますんでね、これ破損させないように注意しながら入れていきますよと。で、これですね、向きがちゃんと決まっておりますのでね、これちょっと注意しながら入れていきますと。今現在持っているこいつですね、こちらに関しましては右かな、なので左をね、向けておりますんで、こちらをちょっと用意します。で、この辺のね、パイプと言いますかね、これ破損しないように注意しながら、ここの部分に配置していくんですが、この辺ですね、見ていただくと分かると思うんですけど、この辺がプラーンと下がったりとかしますのでね、この辺も一応注意しながらやんなきゃいけないよと。で、先ほども言った通り、こちらのピンをですね、ここの部分に差し込んで、こいつを乗っけて、下のここですね、こちらの部分に対してここですね、両サイドからネジで止めます。で、さらに上ですね、こちらの部分がここにはまりますよと。で、他のこの辺ですね、こちらの部分もどっかにはまると思いますんでね、ちょっと片側やってしまいたいと思います。はい、なんとか取り付けることができました。こちらですね、事前につける部分が結構ありまして、まずはですね、こちらの斜めに入ってるやつですね、これを取り付けるためのこちらのね、ディスクブレーキの裏側のところに、こういうようなね、ヒンジっていうかね、こちらの小型のパーツを事前に取り付けておく必要性があったので、これをとりあえずつけましたと。で、これをつけた後に、今までですね、ちょっと余剰見たくなってね、どこにつけるんだかわからなかった、ここにですね、非常に細いっていうか短いパイプと、ここから伸びてるやつ、この2つをつなぐ必要性がありましたと。で、この2つですね、ここの今のパーツとこいつの裏側につけたやつ、これの段取りができましたら、まずこいつの今ね、つけたばかりのこのコの字のやつと、ここのね、斜めに走ってるこいつをまずつなぎますよと。で、その状態で下のこの黒いやつですね、ここの黒いやつ、ちょっと見づらいと思いますけど、ここの部分とこちらの側面ですね、この部分をつないであげて、真ん中ですね、エンジンのところに開いてる穴のところにこいつをブスッと差し込んであげた状態ですね、この形になったら、あとはこいつを起こしますよと。そして上にあったこちらのパーツをパタンと閉じて、しっかりとネジ締めするということで、こちらの形がやっとできたという感じですね。で、こちらですね、車体よりもちょっと下に出ますんでね、これもう床につけることができないかなということで、浮かせてあるという感じになっております。はい、なのでこれと同じ工程ですね、右側、こっち側もね、やらなきゃいけないので、ささっとね、つけてしまいたいと思います。はい、途中まで組みました。この状態ですね、ここの部分がつながってて、こちらのシャフトっていうかね、これが下につながってる状態です。で、サイドでネジを止めました。で、あとはこの状態でグッと起こしていって、真ん中のね、取り付けたバーですね、ここのところに、こいつですね、ここの部分にズボッとはめ込みが完了しましたら、こいつをね、上から下げていって、ここで固定すると。ここのパーツですね、今動かしているここのちょっと影になって見えないと思いますけど、こちらのパーツでしっかりとね、カチッと止めましたら、ネジを使って固定しますよと。上からですね、上からこいつを差し込みます。この今ね、黒いグリップのやつは付属のやつですね、これを使っておりますけど、先端にね、磁石がついてないんで、ちょっと扱いにくいんですけどね、まあ一応こんな感じでグッと差し込んでいってあげると、これでリアディスクブレーキ、これがやっとつきましたと。
で、あとはですね、こちらのパイプ関係ですね、これをどっかに配線しなきゃいけないよと。で、あとこちらに関しましてもね、いろんなところで配線しなきゃいけないので、とりあえずこの部分はね、放置させていただきまして、こちらの側面ですね、側面の部分に対してこちらのパーツ、それとこいつをね、取り付けていったりとかしますよと。で、これがこの向きでハマりますと。で、これがハマりましたら、ここですね、見えないと思いますけど、ここのところにネジ穴がありますんで、ここで差し込んで固定すると。で、それ以外にこちらですね、フロントパーツも同じような感じでね、こうやって止まったりすると。で、止める位置っていうのがここですね、ここに穴がありますので、ここがここですね、こちらに穴がありますんで、ここに入ります。で、こいつがね、ここにはまって、で、さらにこいつとね、こいつ、これがですね、ここだったかな。で、最終的にこれがね、逆ですね、これこっちじゃなくて、こいつですね、これがここに乗っかって、で、ネジ穴がですね、特にないんですね、ここ。こちらね、あるんですけど、こっち側でね、止める部分はありませんので、ここにね、ズボッとはまるような感じで取り付けてあげて、これとこれが組み合わさって、ここにくっつくみたいなね、そんな感じとなっておりますので、順番としましては、まずこいつですね。こちらをここの部分に配置してあげまして、影になってるここですね。ここの穴にネジを突っ込んで固定すると。はい、サイドパネルの方がつきましたと。まずですね、こちらの外側のパーツをつけます。で、その時に先ほど言ったね、中のところにネジ1本で固定してあげまして、その後にこいつを入れると。で、その段階でっていく前に、まずこいつですね、ここの前面部分のこのでかいパネルのところにこいつを乗せた状態にしますよと、先に。で、この状態で側面にブスッと差し込んで、ここのネジを止めると。で、その後に赤いこちらのパネルをつけて、ここと上ですね、ここの2箇所にネジがありますんで、そこに差し込んで固定するという風になっておりますので、順番もちょっと大切となってきますんでね、反対側ですね、それでちょっとやってしまいたいと思います。はい、なんとかこちら側の方もつけ終わりました。この辺のパイプ関係ですね、これの取り付け位置が今のところまだ分かっておりませんので、これですね、最終的にもしかしたら外してつけておく可能性がありますんでね、一応こんな感じになっておりますけど、あとはこれで下の方とか回しながらいろいろね、配線していく必要性があります。ではですね、一応今回最後となります組み付け編としまして、これですね、フロントの方のディスクブレーキいきましょう。フロントに関しましては、ここですね、こちら組んでおりますんで、あとここに対してこいつをつけていくよと。で、その時にこの辺のパーツですね、これがどっかにつきますよと。底の部分かな、上の部分かな、みたいな感じでつけていきます。まずこちらのペロペロですね、こちらのパーツを差し込みますと。で、差し込む位置っていうのがここの間とかですね、それを通していくような感じとなっております。一応向きとしましてはこれですね、こちら側がここかな、右でいいと思うんですけどね、まあこんな感じで入れるよと。そしてギュッと折り曲げて差し込むみたいなね。で、その時にこちらのパーツですね、このパーツがここに引っかかると。で、特にですね、これ丸穴ではないので、そのまま多分パチンって入れておしまいかなと。そしてこのパーツがだいたいこの辺ぐらいになんか配置されるみたいので、ちょっとですね、こちらつけてしまいたいと思います。はい、フロントのディスクブレーキつけ終わりました。こんな感じです。先ほど言ったポイントですね、ここの部分、これに関しましては一応パチンって引っかかるんですけど、下からですね、ネジを打って固定しますよと。で、あと上のここの部分と下の部分も止めます。で、先ほどのこちらね、ペロペロのこいつ、こちらがですね、取り付け位置がここになりますよと。なので、差し込む時にですね、そのまままっすぐスポット入れるとね、うまくいきませんので、ちょうどですね、かなり分かりづらいとは思うんですけど、ここですね、ここの下の隙間、ここに対してこちらのパーツをですね、この形で入れますよと。で、こういう風に下を通してあげて、このパーツをここに固定しますと。そしてこのパーツを持ち上げて、下の穴にこちらにね、ちょっと影になってますけど、ピンを差し込んであげる。で、その時にこちらのパーツを前面のここに差し込んで、上のこいつをここに差し込んで固定するということで、3箇所同時にね、作業する必要性がありますんでね、ちょっと大変なんで、さっさとまたやってしまいたいと思います。はい、取り付けの方が完了しました。これでですね、今回予定してたものは全て組み付けたという感じになっております。この辺のパイプ関係は、次回までにはね、ちょっとつないでしまって、どのような部分をね、通したかとか、その辺のね、お話だけしたいと思っております。で、一応ですね、こちら、両サイドね、つきましたので、こちらですね、ハンドルを動かすと、このようにね、動くのを確認しておきましょう。はい、こんな感じとなっております。
いやー、ここまで来るのにね、めちゃめちゃ時間がかかりましたけどね、やっとタイヤをね、取り付けるベース部分ができたりとかね、やっと外側がついたということで、だんだんね、完成に近づいてきたと、なんとなく実感できるかなと思っております。はい。ということで今回ですね、週刊グランツーリズモエンツォフェラーリを作る、こちらの中からね、9月編で紹介したパーツの組み付けですね、前のディスクブレーキと後ろのディスクブレーキ、それとこちらのね、外装パーツ、これの両サイド部分ですね、それをちょっとやっていきました。はい。ということで次回ですね、次回もですね、こちらのエンツォフェラーリの方をやっていくんですが、9月編と同様に、パーツですね、そちらの方の前準備としまして、組み立て、それをね、ちょっとやっていきたいと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。